気にはならないが。ブラックハンドはやったが、俺は何十人もやった。でも足りねえ。子供たちがより良い未来を残すためには、うちはこれしかない。数字は苦手でな。不足してたところだ。覚悟はできてね。ええ、できてるわ。あなたは。ちょっと寂しくなっただけ。あのミラがね。みんな変わったな。なぜガブリエラはああなってしまったのか。家族は複雑なもんさ。それで君は父親を憎んでるのか。大量破壊兵器の主任設計者だからな。最初はそうじゃなかった。イアパは人を救うはずだった。想像してみろ、竜巻を発生する前に消滅させて、ふん、干ばつ地域に雨をもたらす。うん、エスピノーサの目的は違うようだが。オスカルめ。計画に一族の全財産を費やす父親が気に食わなかったオスカルは後任になって方針を変更した。イアパの兵器化を目論んだんだ。高値で売りつけられるようにな。ちょっと手を貸してくれないか。しかしその後すぐに君の父親は仕事を辞めてしまい、ソリスを離れたんだ。オスカルは私の娘ガブリエラを私に送った。私は死んだことにされ、それからはここで天候兵器を作っていた。この独房でずっとゾウナウノを作ってたのか。そうとも。準備はできた。そうだな。ああ。明かりを。
で、計画はあるのか？言った通り、私はゾーナウノにいた。君の父親がいなくなり計画は遅れた。その穴を埋めるために私が必要だったんだ。おかげで弱点を仕込めた。弱点？それを利用すればコアにアクセスできる。しかし、まずはゾーナウノだ。このコアは天候を操る技術の肝と言える。そして実験に選ばれた場所は砂漠だ。結果は砂嵐の完全支配。列車で行くのか？毎日その列車を使っていたよ。砂嵐さえしのげれば線路はまだ残ってる。列車の重量を増やすことができれば砂嵐が来ても平気よ。その通りだ。重装甲が必要だな。アタラヤ駅に装甲列車があったわね。そこで調達しましょう。列車のシャーシを少し改造する必要がある。グランセントラルに行けば列車は簡単に確保できるだろう。あとは改造する場所だな。ゾーナウノの近くが適しているだろう。ペルディダ駅は？ああ、ペルディダ駅。あそこなら悪くないな。列車は大丈夫そうね。列車はいいが、突入した後はどうする？弱点ってのは？シールドが分割されてる。安全のためにということになってる。放熱よ。オーバーヒートするとコアを放熱するためシールドが開く。それでどうするの？ここからが大変だ。私が自らコアの構造物を登っていき、手動でロック用クランプを解除する必要がある。そうすることでコアのロックが完全に。もし列車に大砲を積んだら。大砲を積む？放熱中にぶっ放す。巨大な砲弾なら開いたシールドを吹き飛ばし、おまけにコアを残せる。それも無傷のままで。これまで考えつかなかったの？大砲はどこから？プロスペロトレダスね。大口径のタレットが使われてるはず。シールドを壊したら？コアが露出するわ。それをハックすれば防衛濃度を無効化できる。早速始めよう。制御のタレットと防衛キャノンを製造している。この工場を奪えばブラックハンドへの供給を立てる。キャノンは工場の防衛にも使われているようだな。当然っちゃ当然だろう。了解、侵入者あり。全部隊交戦せよ。防衛キャノンのブレーカーを操作して電源を切ってくれ。キャノンが落ちたら専門家を送るわ。キャノンの制御システムを書き換えてブラックハンドを攻撃対象に設定するの。
つ目のキャノンを落とした。潜水艇隊を落として壊しちまった。了解、侵入者あり。全部隊降下せよ。作戦地域にヘリが急行中。
と捕捉しろ。